はい、どうぞこんにちは、えずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ改定まとめ、3月4月から大きく変わります。ということで、今回は PayPay ペイペイですね。この動画ではその PayPay ペイペイで、今月3月から来月4月までの間で、いろいろと改定されることがありましたので、そちらについてまとめました。おそらく普段から PayPay ペイペイを使っている方は特に知っておいた方がいいかなと思う情報ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょう。今からお伝えする内容は過去に動画でお伝えした内容を、ま、一つにまとめているという動画ですので、ご了承いただければと思います。それではまず一つ目なんですけど、3月24日から PayPay ボーナス運用一部有料化へということで、ま、こちらについてはね、以前動画でお伝えしたんですけども、12月24日に発表された情報なんですが、ボーナス運用の一部有料化へということなんですけども、キャッシュレス決済サービス PayPay などのミニアプリで提供する投資の疑似運用体験ができるサービス、ボーナス運用の利用規約を3月24日 の木曜日に改定してボーナス運用の一部を有料化いたしますということでございますまあ、どんな風に有料化されるということなんですけどもペーペーボーナスを交換括弧追加する際にお客様が選んだコースの参照資産の価格を元に交換括弧追加されますとでまずここですね交換括弧追加するペーペーボーナスが100円未満の場合については現在と変わらず選んだコースの参照資産の価格をもとにペーペーボーナスがそのまま運用ポイントに交換追加されますということ ですねなのでまあ、普段からペイペイとかで日常的にまあコンビニとかスーパーとかで決済してもしそういった付与されたボーナスが100円未満でボーナス運用に追加されたい場合は特にねこれまでと変わらずボーナス運用に追加することができるんですけどももしそれが100円以上の場合ですねお客様が選んだコースの参照者さの価格に1.0%のスプレッドを考慮しペイペイボーナスが運用ポイントに交換追加されますということでございます分かりやすい例がここに出てますね100円のペイペイボーナスをボー� 運用に追加した例、スプリッドの総動額が1円かかりますということですね。 まあ、とりあえずね、100円で1円っていう風に、まあ1、1%なんで、まあ、こんな風に出てはいるんですけども、これが1000円だったら10円、1万円だったら100円っていう感じで、まあ、実際ね、ペイペイボーナスっていうのは、お買い物されて、数円、数十円、数百円単位でだいたい付与されることって多いとは思うんですけども、もうその数百円単位に入ってくる段階で手数料がかかってくるということですんで、まあ、もしね、ボーナス運用に追加される場合、結構ね、これに関したらやっぱ引っかかるとこではあるかなと思います。ちなみにですね、僕がこの動画を撮影 してる3月11日の12時51分の状態なんですけれども追加した残高総額が119,724円で現在の残高が119,783円で運用損益がねプラス59円ということでもうね苦しい <laughs> おそらくね僕と同じようにずっと入れっぱなしの状態の方はこういったグラフになっている方多いのかなと思うんですけどもたまにねグッと下がってて初めてマイナスを見ることがねここ最近あったりですとか調子がいいとか気持ちね プラス何千円とか出てたりするんですけども、僕は変わらずね、とりあえず、まだ入れっぱにしようかなと思います。ちなみにコースについてはね、チャレンジコースで入れっぱなしにしております。最近はね、テクノロジーコースも追加されたので、まこれに変えようかなと思ったんですけども、ま気が向いたら変えようかなって思ってます。ですけども、とりあえずね、まだ僕はこのボーナス運用はこのまま活用します。まあ、その今後の対策としてですね、このボーナス運用を使う上で、例えばその、現在自動追加の設定をされていましたら、自動追加設定を解除していただければと思います。大体 PayPay でお買い物したい。 ただ30日後とかに PayPay ペペボーナスとか付与されると思うんですけども、それをまあ自動的にボーナス運用に追加してるっていう設定をされてたら、もうその3月24日あたりで解除するっていうのもいいのかなと思います。もちろんそのままオンにしてもいいんですけども、やっぱり100円以上のボーナスとかが付与されたら、やっぱりその都度手数料がかかっちゃうんで、ちょっともったいないかなと思っちゃうんですよね。なのでまあ早い段階で解除しておくのもいいかなと思います。次に、手数料をかけず追加する場合についてはもう99円で PayPay ペペボーナス運用にもうちょいちょい追加していくということですね。 ちょっと手間かかるんですけども、まあ、それで追加できるのであれば、まあ、なんちゃかんちゃ楽なのかなと思います。そして、3つ目は、LINE ポイントやポイントサイト等の交換をなるべく早くということで、LINE ポイントっていうのは、ビザ l i n e p a y クレジットカードの2%還元とかを使って、そこから PayPay ボーナスに交換されてた方も中にはいらっしゃるかと思うので、まあ、まあ、そういった感じで PayPay ボーナス運用を活用されている方は、まあ、なるべく早く交換するのがいいかなと思います。まあ、即時交換できるんですけどね。まあ、同様にポイントサイトもということでございます。続きまして、怒涛の4月1日ラッシュが行くんで まずは最近ね、動画でアップしたペイペイの請求書払いのボーナス対象外ということで、ここですね、3月1日発表された情報なんですけども、ペイペイ請求書払いのペイペイステップの特典変更についてということなんですが、これまでペイペイ請求書払いにおけるお支払いでペイペイ支払い特典としてペイペイボーナスを付与されておりましたが、4月1日よりペイペイ請求書払いは 特典付与の対象外となります。そうなんですよね。特典付与の対象外ということで、これまでね、自宅にその請求書が届いて PayPay で決済して、PayPay、まあ、ステップの0.5%から1.5%の恩恵を受けられてた方って結構いらっしゃるかと思うんですけども、それがね、恩恵を受けることができなくなるということでございます。ですけども、とりあえず、まだですね、この PayPay ステップの条件達成、決済回数と利用金額のカウントはこれまで継続いたしますということでございます。なので、まあ簡単に言うと、PayPay で決済することも できるなおかつ決済回数のカウント利用金額のカウントには入るとだけども0.5%から1.5%の恩恵を受けることができないということですのでまあ、もしねここまでするのであれば普通に電気代をクレジットカードとかに切り替えてそれで決済するっていうのでもいいと思いますそれだったらねまあ大体クレジットカードによると思うんですけども1%還元のクレジットカードであれば1%の恩恵を受けることができるんでまあ、そういった方法でもいいかなと思いますではバンバン行きましょう3つ目こちらですねヤフージャパンの T T ポイント利用不要が PayPay に変わるということでございます。こちらもね、何度か動画でピックアップしております。ティーポイントサービス変更のお知らせということで、一部のサービスを除き、Yahoo Japan のティーポイント利用不要が4月1日 PayPay に変わりますということで、かなりね、ほんと4月1日から大きな動きを見せてくる PayPay なんですけども、まずこの変わる内容、ま、簡単に言うと、ここに出てるように、ティーポイント1%の付与分は PayPay ボーナスに変わるということでございます。変更するサービスについてはですね、Yahoo s h o p とか PayPay モール、ロハコバイアスクルとか、Yaho トラベルとか、あとは ニュースとかヤフー占いとか、これの t ポイント付与利用が終了するヤフーオークについての t ポイント利用も終了するで変更しないサービスもしっかりとありまして、あの yahoo の図はクですね。これは引き続き t ポイント付与のキャンペーンが実施されて、ネットボケについても引き続き t ポイントで寄付できるということですので、もし普段から yahoo！! のサービスで t ポイント利用されている方は要チェックでございます。で、これに関連してですね。4つ目は yahoo！カードが paypay カード切り替えの始まるとまあ、スマホ決済の p a y p の情報ではないんですけども。y a h カードは p a y p カードへ変わります。 カード番号はそのままお手元に届いたその日からペーペーカードが使えますということですねまあ、ここにもちらっと出てるように2022年の4月から順次新しいカードをお届けいたしますとでですねとりあえず2022年の4月より順次お届けするということではあるんですがこれはですね発送予定時期っていうのが人それぞれ違いましてお手元のカードの有効期限そして生年月日を入れることによってご自身のカードがまあいつぐらいに届くのかっていうのが確認することができますまあ、例えばちょっと適当に入れてみ まましししょょううかか有効期限を、まあ、来年の年のの2023 3 3 4月月月ぐらいにしてみここれで、まあ、3月でこれでで確認ククリックそうすると、下にですね、PayPay ペペカードの発送予定として、2022年の9月、そしてヤフーカードの利用停止が2 0 2 0年の11月っていう感じで出てくるんで、もしご自身がまあどれに該当するかっていうことで、この専用ページからですね、入力していただければすぐ確認することもできますんで、まあ、ある程度目安とか、まあ、どれぐらいの時期に切り替えるのかなっていうふうに把握でき で、きるのかなと思いますでもし、ペイペイカードに切り替わる際の大きな変更点として、まず、カード番号レスに変わりますということで、まあ、ここ最近のね、ほんと、ナンバーレスのカードになってるんですけども、こんな感じのカードですね。で、カード番号とかは、基本的にスマートフォンの中で確認することもできますんで、まあ、セキュリティ的にも安心して使うことができると。そして、Yahoo カードでは P ポイントが付与されてたんですけども、ペイペイカードを使うことによって、ペイペイボーナスが付与されることになります。なので、ま、とりあえず、期限が来るまで待ってたら、ペイペイカードが届くということではある ですけども、まあ、僕の場合はですね、以前こちらの動画でお伝えしたように、まず Yahoo カードを解約して、なんとね、PayPay ペペカードを作成したということで、まあ、ちょっとね、旗から見れば危ない橋を渡ってるようにも見えなくもないんですけども、まあ実際にこの動画でやったこととして、まず事前に T ポイントの移行しました。もう一つね、T ポイントカードをもらってたので、それに T ポイントを移行して、 でヤフーカードをまず解約するとちなみに、移行した理由っていうのが、もともとこっちに入ってるその t ポイントっていうのが、まあなくなっちゃうっていうことが確か公式ページに出てたので、事前に t ポイントの移行を行いまして、そこからポイントサイトを経由して paypay カードを作成しました。本当はね、待ってれば届いたはずなんですけども、僕はね、このポイントサイトのポイントが欲しかったので、確か今だったら大体ハピタスだったら3500円とか3800円とか、まあそういった感じでたまに出てるんで、まあそれはね、この動画で解説はしてるんですけども、もしね、僕と同じようにやられる方はですね、 ちょっと気をつけてほしいんですけども、再度、これ、やっぱ作成をすることになるんで、審査がもちろんあります。なので、もちろん、場合によっては、審査が通ったりとか、通らなかったりする場合もあるかもしれないので、取り組む際は自己責任で、ね、お願いします。そして、最後、三つ目が、ペイペイボーナスの名称が変更するということで、もうこの流れ的にね。ヤフーのサービスの t ポイントがペイペイに変わる。ヤフーカードもペイペイに変わる。そしてね、最終的には名称が変わって、四月一日から始まるということなんですけども、まあ、今度から四月一日からペイペイボーナスから。 ペイペイポイントっていう名前になります。これもね、以前ちょっと動画でお伝えをしてるんですけども、まあ一応ここにも説明が出てるように、ペイペイポイントとは以下のようなあらゆるシーンで獲得できるポイントです。貯めたポイントは1ポイント1円分として、ペイペイが使えるお店でご利用いただけますと。街のお店も使えるし、ネットのサービスも使えるキャンペーンの特典としてもらうこともできるということでございます。で、実際に始まる日程については、4月1日の午前0時から予定ということですので、もう4月1日変わった瞬間に始まると。で、名称がボーナスからポイントに変わって、で、正直 なところ、今回はこの元々 PayPay ボーナスから PayPay ポイントに変わるだけで、深く内容が変わるというのは今のところ特に発表はされてないので、ただ名前が変わるという認識で OK かなと思います。で、まあとりあえずねこの5つについて駆け足でお伝えしたわけなんですけども、やっぱり直近で来るこちらですね PayPay ボーナス運用の一部有料化もねなんだかんだですぐ来ちゃうので、まあ今後ボーナス運用を使われる方はまあ、99円で追加してたりですとか、今のうちにね自動追加を解除してたりとかもうボーナスはどんどん貯めてくっていう風にスタイルを変え てで、あとは、この Yahoo カードからその PayPay ペペカードに切り替わるということで、とりあえず4月1日から始まるっちゃ始まるんですけども、人によっては結構後の可能性もあるので、そんなにまあ急がなくてはいいんですが、僕と同じようにそのポイントサイトのポイントをゲットされたい方はですね、先ほど紹介した動画内容を使ってま参考にしていただければと思います。まあそんなこんなで今回は3月4月で大きく変わる PayPay ペペについて で、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、おそらくですね、もうこの内容は見たことあるというふうに思ってる方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども、ま初めて見る方からすればね、ああ、マジでこんな風に変わるんだなっていうふうに少しでも思っていただければ幸いです。で、まあ、また随時ですね、何かしらの情報があれば、また改めて一つ一つ動画としてお伝えできればと思いますんで、そちらもまた楽しみに待っていただければと思います。で、今回ね、参照させていただいたリンクも概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと思います。ということで、おいつぞ。 動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました